武井美和子さんです。どうぞどうぞ真ん中どうぞ。お願いします。お願いいたします。出ました。どうぞこちらにね、はい、どうぞすごい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、すいません。写真がお上手だとお聞きしたんですけども、はい、まあ、自撮りはそんなにしないんですけど、はい、写真を撮るのが、写真撮るの大好きで、はいはいはい、風景とか、はいはい、なんか人とかもそうなんですけど、はいはい、あのカメラも使ってたりして、うん、こう最近はカメラで撮ったり、あとは、まあ、インスタもやってるんで、はいはい、あのスマートフォンで撮ったりとか、はい、こう使い分けて、うん、結構写真は、いろいろ撮ってるんですね。はい、写真撮るんですか結構。はい、自撮りとかしないけど、うん、結構他のものを撮ったりするわけですか。写真撮ったり好きなんですね。じゃあもし別に全然あの呼んでいただければいつでも僕被写体になりますんで、はい、なんでなんでなんで、はい、呼んでいただければ被写体、うん、被写体、そう、あのごめん、ちょっとお前来いよって言ったら被写体になりに行きますけども、いい絵になるかわからないんですけど、はい、じゃあ両手で持っていただきましょうか。はい、はい、実際製品持ってみていかがですか。うん、軽いです。めちゃくちゃ軽い、うんうん、軽いですか。はい、色とかはいかがですか。色可愛いですね、このピンクって。いいですね、ピンクはね、質感もツルツルしてて、はい、また言ってましたもん、うちの親も結局ピンクだなってうちの親も言ってました何かにつけて。それでは先ほどこちらのプリントスを使って、うん、加計さんにお気に入りの写真をプリントしていただいたので、うん、ちょっと見せていただいてもいいですか。そうなんですよ。はい、ありがとうございます。では皆様に見せていただきましょう。はい、はい、まだポンズは半年ぐらいの男の子なんですけど、はいはい、結構やんちゃで、うん、こう行動がなんか不思議なことが多くて、はい、こういう紙袋にいつの間にか入ってたり、はい、その紙袋を引っ提げて歩いてたりとかして、はい、なんか行動がすごいおかしなことが多いので、そういうの発見するともうこれとかそのまんま雑誌の表紙とかいけるぐらいの雑誌の可愛さありますよね。いやでも奇跡のショットだと思って、ね、これはすごいですよ。でも、はい、これ結構お気に入りです。ね、そうですよね。ですごい癒されますよね、やっぱりね。あちらはハンバーガーですか。あちらは、はい、姉がいるんですけど、はいはい、お姉ちゃんとよくご飯食べに行って、はい、でお姉ちゃんも写真が好き で、はい、でお姉ちゃんの方が結構うまく撮るんですけど、なんか一緒にこうどっちの方が美味しそうに撮れるかみたいな感じで撮った写真があれで、ダメですよ、こういうのやったらバレてそこにずっと、はい、あのファンに貼られますよダメですよ、こういうの公開しちゃったら美味しくできたものって多分この調味料とかね、うん、何か隠し味的な例があるので、る、うん、なんかこのプリントアウトしてそこに何を使ったかってメモ書いておいたら、後で見返した時にね、あ、これ使ったから美味しくできたのもあるなって、ね、忘れないように、なんか、まあ、なんかあれです、これバーってやってて、友達とか来た時に、うん、なんか作ってよって言われたらそれパッて出したら、うん、じゃあこれってメニューみたいに選べたりしますからね。そうですね、そういうのもすごいなんか、ね、お店みたいな、めちゃくちゃ女子力高いですよ、はい、そしたら、はい、加工した写真をそのままプリントできる、はい、これが最大のおすすめのポイントです。今ありますよね、 猫に変身したり、うさぎに変身したりとか、はい、それがそのまま写真に だからあれですよ、出来上がりが失敗してるってことはないわけですね。そうですそうです、う、はい、なので今日は加計さん記念にステージ上で写真を撮って、はい、プリントスでプリントをしていただき、うん、簡単アート作品を作るっていうのはいかがでしょうか。なるほど、いいじゃないですか加計さん、はい、あ、いい、あ、いい、確かにいいですよ。はい、じゃあ結構撮っていただけましたね、ありがとうございます。気持ち悪いよ、お田さん、はい、はい、終了です、お田さん、はい、ありがとうございますすっごい、ありがとうございます加計さん、めちゃくちゃいい写真たくさんちゃんと撮れてんのかな、はい、見させてもらいます、はい、ね、どうですか、ね、何全部ブレてる、伝わらないと思うんですけども、うん、多分小沢さんが興奮したんでしょうね、うん、全部ブレてるんですよ、はい、ブレしてない全部ブレてますよ、ブレブレも逆にブレてる加計さん見たことありますかっていう話ですよ。ブレてる加計さん見たことないでしょ。すいません、はい、小沢さん興奮しております今、はい、申し訳ございません。ブレてる加計さん見たことないですから、ご自身で撮っていただいた写真から選んでいただきましょうか僕のこと本当に嫌いになった感じやめてください、はい、こんなことあります、うん、今撮ったんですよ、はい、全部ブレてるから、はい、先ほどあらかじめ撮ったやつを使ってくださいって言う、はい、そうですねボツです、全部ボツです、はい、今加工したスマートフォンを、うん、はい、これ置くだけですね、はい、置くだけです、はいはいはい、するとこちら皆さん見えますか、こちらにボタンがあります、はい、こちらを加計さんに押していただきましょう、うん、お願いします、こちらのボタンですね、はい、ここですね、これを下にポチッと、はい、あ、押しましたよ今、押しましたよ、そしてこちらのダイヤルを手前に回してください、うん、回す、今こちらは試作品をご用意しております、完成品はもっとダイヤルを回す回数が少ないのですぐにできます、あ、なるほど、そうですね、
お、じゃあ、いいですね、この出てき方のこの上そうです、ね、上見せないっていうね、はいはい、こちらです。はい、あ、じゃん、あ、素晴らしい。そう、あ、ピスタチオさん、ありがとうって感じ。ちょっと待ってちょっと待って、嬉しい、うん、ブレちゃったけど、うん、ちょっと一生懸命撮ってくれたので、カメラに、はい、見せていただいていいですか。あちらかな、あちらですね、はい、はい、ちょっと待ってください。ちょっともしかしてこの写真差し上げるんですか。あ、もちろん、お、ちょっとお二人が撮ってくれたのはボツになっちゃったんですが、はいはい、あの一生懸命撮っていただいたので、あ、はい、ありがとうございます。こんな私の写真でよければ、はい、もらってください。本当ですか。いいですか、はい、すみません、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。ちょ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 、僕は、え、僕は、え、ちょちょ、撮っていただいたって撮ったの僕ですから、はい、2人で分けてください。2人で分けることできないんですよ、1枚のやつ。2人で分けます。この写真の部分僕もらって、文字の部分あげます。なんかそれはそれで嬉しいけども、はい、プリント数とってもあのお手頃で、あのとっても楽しい、おもちゃ、おもちゃ、はい、プリント機なので、ぜひ皆さん写真、形に残しておくと、はい、思い返して見れたりとか、すごく、いいことだらけだと思うので、ぜひ使ってみてください。はい、どういう来年と、ですね、昔から猫をいつか飼いたいと思ってたんですけど、あの食べ物で私しゃぶしゃぶとかお肉とかが大好き で特にこうポン酢をかけて食べるのが好きだったので、なんか響きもよくって、猫を飼ったらポン酢って名前にしたいと思ったら、ちょうど出会った子が茶色かったのでいいかもしれないと思ってポン酢にしました。じゃあ自分でつけられたと思います。はい、私がつけました。今はポン酢ちゃんが恋人って感じですか。そうですね。ポン酢と家にいることが多くて、前よりも早く家に帰らなきゃっていう感じで、本当恋人みたいな。結構猫を飼っちゃうと、こう恋人ができなくなるとか、そういう話になるじゃないですか。ありますよね。この辺は、まあ、確かになんかこう子供みたいな、自分の我が子みたいな感じで、すごくあのポン酢に気がいってしまうので、確かにちょっとそれは一理あるかもしれないと思って、ね、でもね、恋愛もしたいので、猫好きの方に出会いたいなって思って。でもやっぱり猫を飼ってたらそういう猫好きの方と出会う機会とかもある。あ、確かによくなんか猫好き の仕事でも、全然男性女性関係なく猫好きの方と盛り上がる、話が盛り上がるので、いずれ出会えたらな。じゃあまだちょっと先になりそうですか。そうですね、なんか全然いい出会いがあれば、特に時期とかは時期ないですけど、全然すぐにでも出会いたいんですが、なかなか今のところは。